はい、こんにちは、翔平 TV です。走りはチャンネルです。おいくん、最近俺さ、はい、ピッチング調子悪いんだよ。ああ、そうなんですか。全然ダメでさ、はい、結構そういう時ってさ、ピッチャーって周りの声を、はい、なんすか、聞こえなくなるっていうか、ダメな時こそ周りとのコミュニケーションを取って、はい、まあ、ピッチングに挑んだ方がいいと思うんだけど、こう野手の声聞かずに、はいはい、それこうやっちゃうんだよね。あ、そういう時ってどう思う？まあ、内野からしては、まあ、調子悪い、いいっていうのはあるじゃないですか、うんうん、絶対それはピッチャーとかで、うん、野手でも、うん、なんですかね、そういう時こそそのコミュニケーションが大事かなっていう。あ、ピッチャーと野手の信頼っていうんですか、うんうん、孤立しちゃうとやっぱりこっちも内野から声かけても反応ないとやっぱりあるじゃないですか。ああ、そうだね、聞こえてんのかなみたいな。確かに思うんですけど、確かに調子悪い時に気を使ってこう話をしていくことでピッチャーも気持ちが楽になるんじゃないかなとは思います。そうですよ、ベンチに帰ってから会う時間が、はいはい、そこでもう本当に距離が近いんで、そこで落ち着かせるとか。ああ、じゃあ俺今度から、まあ、調子もし悪かったらね、はい、まあ、調子いつも悪いわけじゃないけど、はい、調子悪くなったらちゃんと周りの、声とかも聞いて、はい、気持ちを落ち着かせてピッチングに挑んでみるわ、はい、野球はみんなでやるんでね、一人でやらないんで、はいはい、みんなでやりましょう、頑張りましょう、はい、ということで今回は、大井くんにピッチャーと内野手とのコミュニケーションの取り方を、伺いました、はい、結構ためになりましたわ。本当ですか。やっぱね、そうですね、大事っすよね、聞くことは、ね、会話ですね、会話大事、はい、普通の会話、惰性の声はいらないっすよね。そうですね、そうですね。チャンネル登録、ツイッターのフォローなどなどお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。おいくんさ、はい、アンチコメントってさ、やっぱ見る？あ、そうですね、まあ、全部目は通してるんで、うん、まあ、見るは あれば見ますね、うん、結構さ、はい、この野郎って思ったりする？イラッとする？まあ、来るもんだと思ってるんで、うん、気持ちの準備はそれなりにできてるんですけど、あ、来たなみたいな。もう結構コメント自体が多くなってきたんで、まあ、コメントもらえるだけでも、あ、まあ、見てくれたんだなっていう確認っていうか、あ、まあ、いつか見返せばいいかなっていう感じで、あ、そうです。多分ゴリスポもそんなに深く考えてないと思うんですよ。あ、そうなんだ。まあ、彼の性格上なんか何も考えてない。そうだよね。自分結構ね、悲しくなっちゃうんですよ。まあ、そうですね、悲しくはなりますね。バットボタンも来ると悲しくなっちゃうし、そう、コメントも少ない、なかなか来ないコメントだからこそ、はい、そういうの来ると悲しくなっちゃう。あ、それはわかります。最初はやっぱそうでした、ね、最後に大井くんに、話してもらいたいことがあるんだけど、はい、一つのことを継続して続ける大切さみたいなのをちょっと語ってください。お願いします。大切さ、はい、どうぞ。やっぱり一つの目標を持つってことですかね、うんうん、その最終的な目標があれば、そこに向かって頑張っていけると思うんで、いきなり成功しないじゃないですか、ね、うん、野球もそうですけど、うん、まあ、YouTube もそれで一緒かなと思うんで、その最終的なゴールに向かって一日少しずつ上がっていく、うん、一気に成功する人って本当に芸能人ぐらいだと思うんですよ、うん、テレビから降りてきた人とか、うん、テレビ出てる人とか、けど本当の一般人、普通の素人がやるんであれば、本当にコツ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 やっていって、たまに動画がバズってっていうことだと思うんで、あ、それじゃないですかね。その目標をしっかりと持っておくことだと自分は思います。あ、毎日コツコツ、はい、ブレずにその目標に向かっていくっていう。ああ、ブレないでね、はい、他人に何を言われても、そうですね、はい、意思を変えずに、はい、頑張ると、はい、結構ためになる話ですね。私生活にもつながるだろうし、もちろん。はい、ということでこれで以上となります。チャンネル登録、応援、コメント、グッドボタンを必ずお願いします。ありがとうございました。見上げた空が滲んで色を失くしてしまいそう、抑えてた